指揮者。現在はもっぱらヨーロッパにおいて、還元楽曲とオペラの両面にわたって活躍しており、とりわけポストマーラー世代と呼ばれる、音楽版有限とシティールの作曲家の再評価に積極的である。ニューヨークマンハッタン出身。両親はカトリック信者で、父親はアイルランド系、母親はドイツ人とイタリア人の根血であった。 裕福な家庭とは言えなかったが、両親は共に教育熱心で、息子の知的、音楽的野心を熱烈に支援した。フィオーレ・ロ・ラゴーディア音楽学校を卒業後、ジュリアード音楽院で指揮を学ぶ。1971年に、スポレート音楽祭にて、ムソルグスキーのオペラ、ボリス・ゴドゥノフを指揮して公式にデビューを果たし、翌年マリア・カラスの推薦により、 ラボエームを指揮して、ニューヨークデビューを果たす。1974年に、ピエール・ブーレイズの招きで、ニューヨーク・フィルハーモニックと初共演を果たし、その後は、ボストン公共楽団やシカゴ公共楽団、ピッツバーグ公共楽団、クリーブランド管弦楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ミネソタ管弦楽団、ロサンジェルス・フィルハーモニック、ワシントン・ナショナル公共楽団など、 北米やヨーロッパの主要なオーケストラに客演した。1976年にメトロポリタン歌劇場にデビューし、オペラハウスとの長い協力体制の足がかりを固める。同歌劇場には200回以上にわたって出演し、イタリア、ドイツ、フランス、ロシア、チェコのオペラを取り上げた。それ以降は、スカラザやロイヤルオペラハウス、シカゴリリックオペラでも指揮を取っている。 1983年から1991年まで、ロッテルダムフィルハーモニー管弦楽団の音楽監督に就任し、1989年から2002年まで、ケルン氏の総合音楽監督並びに、ケルン・ギルゼニヒ管弦楽団とケルン歌劇場との音楽監督をも務めた。1995年から2004年まで、パリ国立オペラの音楽監督も兼務し、 350回の公演で32曲を指揮した。そのうち、パスカル・デュサパンのペレラ・エル・オム・デフメの世界初演と、ゼムリンスキーのコビト・デア・アツバグのフランス初演、ドボルザークのルサルカのパリ初演、ムソルグスキーのホバーン・シチナのパリ国立オペラにおける初演が目立っている。ヨーロッパでは、ベルリン・フィルハーモニー還元楽団や、バイエルン放送交響楽団、 シュターツカペレ・ドレスデン、ロンドン・フィル・ハーモニー管弦楽団、ロンドン公共楽団、バーミンガム市公共楽団、パリ管弦楽団、フランス国立管弦楽団、ローマ聖チェチーリア音楽院管弦楽団、マリンスキー劇場管弦楽団などを指揮している。合唱指揮者としては、1979年により、新シ,シナティゴ月祭の音楽監督を務めている。 2005年にはラビニア音楽祭の音楽監督に就任した。また2006年からロサンジェルスオペラの音楽監督に就任した。コンロンはナチスドイツの犠牲となった作曲家の再評価に努めており、その作品を欧米のオーケストラと共に取り上げてきた。とりわけ、ゼムリンスキーやシュレーカー、ビクトル・ウルマン、パベル・ハース、ボフスラフ、マルティヌー、コルンゴルト、 カール・アマデウス・ハルトマン、エルビン・シュルホフの卓越した解釈によって知られる。2002年から2003年の定期にかけて、p b s の特別番組、競争局において、6時間にわたってメイン司会者を務めるなど、同局の音楽番組に、しばしば出演している。1999年、ゼムリンスキー作品の国際的な普及に貢献したとして、 ゼムリンスキー賞の最初の受賞者となる。1996年にフランス政府より受訓され、2002年9月には当時の大統領ジャック・シラクよりレジオンドヌール勲章を授与されている。ありがとうございます。